ポレピロポレポレハムゾーチャンネルです。今日は記念すべきハムゾーチャンネル第50話目ということで、ハムゾーを連れて越谷レイクタウンに来ています。ハムゾーはペットの似顔絵を描いてもらうためロックデプトさんのイベントに参加してきます。今回似顔絵を描いてもらうのはイラストレーターの広本橋先生。国内外の似顔絵コンテストで数々の賞を受賞されているプロの似顔絵師で、なんとアチャコとは美術学生時代の同級生。お互いいい年になって久しぶりの再会だ。今日はこちらでヒロ先生の似顔絵ドローイングイベントが開催されています。初の手乗りハムにヒロ先生もこの表情。まずは手乗りでご挨拶を心得ているハムゾウくん。ペットのお店はワンちゃんや猫ちゃんの来店がほとんどだと思いますが、ハムゾウは鳥です。人の多いお店でのお出かけにハムゾウは落ち着いていられるかな。少し緊張はしていたけれど、どうやらこの場所は危険ではないと感じている様子。知らない場所でパニックを起こさないこと、人との触れ合いを通して自分が許容できる人間を増やしていく。ハムゾウはそんな日々の積み重ねで様々な環境を受け入れられる鳥になりました。狩猟性の高い部位を見ると思わず写メを撮る作家魂ですね。わかります。さてさて、場が和みましたところでハムゾウも心構えができた様子です。早速似顔絵を描いてもらいましょう。はじめにどんな感じの絵に仕上げていくかの打ち合わせをします。今回は大バタンのトサカを上げているポーズにしたかったので、あらかじめお写真も渡してありました。完成品は額に入れて飾ることのできる絵と一緒にトートバッグやクッションに仕上げてくれるイベントなので、今回はトートバッグと缶バッジも一緒に制作してもらいます。これだけ人通りの多い場所はハムゾウにとっても刺激的な一日になるだろうね。最後まで落ち着いてモデルさんできるかな。ヒロ先生、その場でどんどん絵を仕上げていきます。一体これは何をしているんだろう。ハムゾウは不思議そうにしていますね。足を撫でてもらうとハムちゃんは落ち着くらしい。入りましたよ。約20分ほどの持ち時間でコミュニケーションを取りながら作品を仕上げていく姿はさすがプロの仕事ですね。広本橋先生の似顔絵は今回のような短時間のイベントだけではなく、広本橋と検索すると出てくる先生のホームページから直接似顔絵作成の依頼ができます。人間だけではなく動物や車など大切な人との思い出の時間や空気、そこにある温かさ、絵の中で生まれてくる特別な笑顔を切り取ってキャンバスに描いてくれます。
店舗での対面似顔絵イベントはインスタグラムにも告知があるよ。ぜひヒロ先生のホームページやインスタグラムにアクセスしてみてね。お出かけしているとき、いつもと違う一日を過ごしているときのハムゾーは、なんだか特別なことをしてもらっていると、分かっているみたいな得意げな表情だね。ハムゾーを膝に乗せてこんな風にしていると、三男と幼稚園の行事に参加している時の気持ちによく似ているなぁと考えたりしている。初めての経験にドキドキしている姿は、人間の子供も動物もなんだかあまり変わらないよな。いいね。ピポーってね。8割ほど完成したところで似顔絵タイム終了。店員さんたちまで集まってきてくれたよ。おー、かわいい。わあ、素敵だね。ハムちゃん、よかったね。ヒロ先生は次の予約があるためここでお別れ。ありがとうヒロ先生、出来上がりが楽しみです。楽しかったですね。まるでさ、入学式とか七五三のさ写真撮影に行ったみたいな感じなんていうかさ、こうちょっとかしこまってるハムゾーを見るのが面白かったね。鳥と一緒にさ、イベントで参加できるってあんまりないからさ、なんか貴重なね、イベントだったよね。よかったね、ハムちゃん。初めて行った場所だったけど、優しい人たちばっかりだったな。鳥たきさん、カフェでまったり。ハムゾーはまた一つ面白い経験を積んだのであった。信頼できる人たちと一緒に約1ヶ月後、作品が出来上がったという連絡をいただき、ドッグデプトさんに受け取りに行きました。完成品はどんなかな？かわいい。おー、ハムちゃんだ。見て見て見て、すごいすごい。かわいい作品に仕上がっておりました。余韻に浸れるわけもなく、シャメの嵐が。本当、かわいい。撮るの？撮るの？撮るの？見て見て見て、バッグがかわいい。バッグと缶バッジかわいいよ。見てもらう。え、缶バッジママ。素敵な作品に仕上げてくださり、撮影協力をいただけました。ヒロ本橋先生、そしてドッグデプト越谷レイクタウン支店様、ありがとうございました。ハムゾーチャンネルも第50回を迎え、いつもご視聴してくださる皆様の応援にとても励まされております。今回家族みんなで欲しがった缶バッジを一緒にお出かけ気分の記念に、ハムゾーチャンネルの視聴者の皆様から抽選で2名様へプレゼントをしたいと思います。応募締め切りは缶バッジ限定2個のため、今日から2日間この動画の概要欄にある詳細を見てね。みんな待ってるよ。いつもハムゾーチャンネルを楽しく見てくれてありがとう。これからもハムゾーの人生の冒険は続くよ。 YouTube の窓から見守っていてね。なんたって僕は長生きだからね。ハムゾーは住んでるハム町は、楽しい楽しい歌の町。